虚空の道。かつて6人の神が創造したとされ、今なお神のしもべである守護者に守られているとされている世界。広大な空間にわずかばかりの土地と大小の道のみにより構成された世界。道から足を踏み外せば二度と地を踏むことなく落ちていく世界。どうやらお前が次のものらしいな。できるかどうかは分からんがな。とりあえず聞いておこう。お前を守護する者は誰だ。光と知性を司さ。では光と、そうか。稽古の最中に。まあいい、今日はこれで終わりにしといてやる。またどっかのバカがトーガを譲れってきてんだけどよ。俺の方は今客が来てんで手が離せねえんだ。まあそう嫌がんね。トーガを使わせてやっからよ。間違っても負けんなよ。そう、そう、そう。終わったようだな。ちょっとこっち来な。アーシャー入ってきな。おう、ちょっと欲しいものがあってな、届けてもらったんだ。おい、何見とれてんだよ。挨拶ぐらいしろや。いえ、ごめんなさい、私、アーシャって言います。よし、じゃあ、この腕輪を南の祠に収めてこい。うべこべ言わずに行ってこい。それとケイン、お前先週誕生日だったよな。思い出したよ。俺たち一族は決まった年に、当然自分の力だけでな、
例外はなしだ。祠に行くついでに結婚相手を見つける旅に出てこい。見つけるまでは帰ってこなくていいか。そんな深刻そうな面すんなよ。ああ、水の属性の剣だが、他の属性のものが持っても問題ないはずだ。その代わり、いい女連れてくんだ。この祠ね。封印の一つが解けたのよ。そうよ、魔王ダークロードよ。ほら、ぼやっとしてないで早く逃げなきゃ。道が…はっ！ほら、行くわよ。ほら、しっかりしなさいよ。ああ、もう。もうすぐだ。
とりあえず冒険者ギルドに行きましょう。冒険者ギルドっていう、登録すると情報を教えて、魔王をどうにかするにしても、とりあえず登録して登録書を作ってもらわないとね。ごめんなさい、リザさんに口止め。さあ行きましょう。いらっしゃい。あら、アーシャ、久しぶり。